中山競馬10レースベストウィッシュカップ3歳以上2勝クラスダート 1200m16 頭立て。このレースが終わりますといよいよ今年の JRA 最後の G1 ホープフルステークスです。西に傾いた日を正面から受ける形で2コーナーを置く各馬の枠入りは順調。芝の上でのゲートインです。ホワイトガーベラ16番ゲートに促されます。入ってゲートイン完了。スタートしました。まず芝の上先行争い、真ん中8番トップビビット出ていきます。外からは13番ロープスピニングダートに移って、内は5番のポピュラーソング3頭出てきました。4番手内2番グランドストローク、差がなく6番メサテソーロ、さらには12番アップリバー16番ホワイトガーベラと好位グループ一段になりました。このグループから少し4番コモレビキラリが下がって、代わって上がっていく14番ネオトゥルーです。中段15番エイシンヌプリ800を切りました。中段よりも後ろに10番パイプライン、先頭までは12、3馬身並んで11番ブーケオブアイリス3コーナー、あとは後方4頭1番バーンパッション9番ペイシャリルキス、後方から7番ブルーダイヤカフェと3番のスエーニョブランコが並んでいます。前半634秒後、これから4コーナーです。先頭わずかに8番トップビビット、並んで13番ロープスピニング2頭、4コーナーカーブ、さらには16番ホワイトガーベラ接近、3頭広がって4コーナーから直線に向かいます。その後はメサテソーロ、早くも10番パイプラインがこの4番グループに取り付いています。直線コースの攻防、8番トップビビット振り切るか、先頭200を切って坂を上ります。2馬身差の2番手が16番のホワイトガーベラ、追って10番パイプラインが3番手から前に接近、あるいは6番のメサテソーロで100を切りました。16番のホワイトガーベラ先頭に変わって、追って10番のパイプライン、ホワイトガーベラパイプライン、ホワイトガーベラゴリ、内は8番のトップビビット3頭、差がなく入りましたが16番ホワイトガーベラ追い比べを制しました。8番トップビビット粘りに粘って、外は10番のパイプライン、2着争いです。16番ホワイトガーベラ3番手からの抜け出しを決めました。鞍上は石橋秀騎手です。叩き2戦目8番トップビビット、直線は一旦後続を突き放して振り切るかに思われましたが、追った16番ホワイトガーベラ、さらには迫った10番のパイプライン、3頭ほとんど差がないゴール前、16番のホワイトガーベラがこの3頭の真ん中、追い比べを制しました。問題は2着争いです。8番トップビビット10番パイプライン接戦、勝ちタイム1分11秒3、上がりはゴールまでの 800m48 秒6、600m は36秒8でした。ちょうど16番ホワイトガーベラの影に隠れていますが、8番のトップビビット残したかどうかという2着争いです。10番パイプラインとの2着争い、その後6番メサテソーロ、1番バーンパッション以下続いています。2走前1勝クラスを勝った時は馬体重プラス28キロで勝ちましたホワイトガーベラ。2勝クラスに昇級してから2戦目で2勝クラスを突破です。アジアエクスプレス3区の3歳はホワイトガーベラ1着、2着は8番トップビビットと出ました。3着10番パイプライン、4着6番メサテソーロ、5着1番バーンパッションです。